夢だ。誰なんだあの人は。どうしたテイト。いや、俺にも言えないことか。よくわからないんだ自分でも。ん？なあ、おい。はーい、みんな起きて。鐘が終わるまでに集合してね。遅れたら留年だから。いや、前が気になるかもね。競争だテイト。行こう、御影。我々は栄誉あるバルスブルグ帝国陸軍士官学校第315期生としてホーブルグ要塞の一員となるために選抜されたエリートであり、卒業後も帝国の名に恥じぬ立派な軍人になるためたゆまぬ努力を惜しまぬ所存です。卒業生代表シュリオーク。ミロク理事長、今年の卒業生はレベルが高いと伺いましたぞ。そうですな。卒業生500名のうち卒業試験に合格しレグライターになれるのはたった20名。彼らにとってここからが難関ですよ。明日の卒業試験には軍の最高幹部の方々がいらっしゃいます。今までの成果を遺憾なく発揮できるよう心がけてください。シュリは軍にスカウトされるだろうな。そんなことないさ。さすが名門一族は違うよな。ところでテイト・クライン、君はついに私の実技授業に出てくれなかったね。先生は寂しいよ。実技一般は全て免除されているはずですが。さすが弥勒理事長のお気に入りは扱いが違う。顔に傷なんかついたら大変だもんな。先生、シュリ君がエロ本持ってきてます。そのようですね。違います、違います。朝からどうしたよ。不機嫌オーラ出しまくりだぞ。別に。卒業試験にビビってんのか。まさか。かっけえな。なあテイト、俺たちも卒業試験に受かればあのホーブルグ要塞に入れるんだぜ。俺、帝国のために戦って家族を守ってみせる。絶対合格しようぜテイトな。家族か。まだ何も思い出せないのか、家族のこととか。ああ、でもたまに変な夢を見る。夢？それって過去の記憶かもしれねえぞ。さあ、記憶がないからそれさえもわからない。でもなテイト、たとえ昔の記憶はなくても卒業試験は死人が出るって噂もあるぐらいだ。俺はともかく、お前は調整しとかないとな。お前はってなんだよ。お前はって。もっと本気出してこいよ見かけ。ヘイトこそぼーっとしてんなよ。情けをかけるな、テイト。よっしゃ。それはすなわち、己の弱さなのだ。参った、参りました、テイト君。強すぎんだ、お前は。そうか。軍に入ったって、相当なもんだぜ。軍か。すごい使い手がいるんだろうな。でもお前はきっと特別だ。なんとなくそんな気がするぜ。寝たかテイト。いや、軍に入ったら別々に配属されんだろうな。ああ、
たまには連絡しろよ。一応親友なんだからさ。聞いてんのか？俺、ここに来る前はスクラーだったって話したよな。それがどうしたよ。スクラーって言っても、死ぬまで戦うだけの戦闘用スクラーでさ。物心ついた頃には魅力に変われてて、家族の愛情とか知らない。でも、お前を親友だって思えることって、なんかそういうのに似てんのかな。なんで泣いてんだよ。バカ野郎、急にすげえこと言われたらリアクションに困るだろ。でもお前からそんなこと話してくれたの初めてだから、なんかすっげえ嬉しい。よし、卒業を前に親友の誓いを立てよう。もし戦場でピンチになっても、俺はお前を見捨てたりしない。神に誓って死ぬ時は一緒だ。ニカゲが誓うなら俺もあんたに誓う。神様、ニカゲのためなら俺は。はーい、今日はいよいよ卒業試験でーす。決められたチームでそれぞれの会場に入ってください。以上、頑張ってね。1チーム、お前に付き合って寝不足だぜ。お前が喋り続けたせいだ。スクラーのくせに僕と同じチームだなんて。弥勒理事長のお気に入りだからって試験は簡単にパスできないんだからな。親の七光がよく言うじゃん。なんだと。 A チーム集合。優しく言ってるうちに来た方がいいわよ。はい、急げテイト。おいおい、何が始まるんだ。さあな。それでは皆さん、卒業試験はこちらです。諸君の試験はあの囚人を倒すこと、つまり殺すことです。やられる前にやっちゃってくださいね。この男を倒せなかったり仲間を見捨てたりしたら失格になりますからね。みんなで力を合わせないと本当にやられてしまいますよ。なんだって？マジかよ。こっちには修理がいるんだ。余裕だぜ。今年のガキは威勢がいいな。楽しませてくれよ。それでは試験開始。いつも通りにやればいいんだ。手後ろ下がってんぜ修理。うるさい。見てよデイトクライン。チンタラしてんじゃねえっつうの。俺様はお前らを倒すことに服役期間が短くなるんだぜ。こいつ早い。ケレ、ようこそお越しくださいました。綾波参謀長官、今年の生徒たちはどうだ。はい、それは助けてくれ、殺される。見苦しい、名門オークのご子息が。実戦に家柄は関係ありませんのでな。大抵の生徒はここで脱落します。どんなに訓練の成績が良くても実戦で使えるのはごくわずかですから。次はお前らだ。手をかけるなテイト、それはすなわち己の弱さなのだ。
降参しろ。動けば殺す。降参だ。やめて。それではまだ試験は終われませんよ。私は殺しなさいと言ったはずです。こいつは本当の敵じゃない。殺す必要なんか。手ぬるい。なんだあいつ。聞いたか、帝都。今日受かったの俺たちを含めてたったの19人だってさ。あの時ザイフォンを放ったあいつは一体。綾波参謀長官のことか。綾波。おっかねえって噂だぜ。何千人殺したかわからねえって。にしても情けねえな俺。手まだ震えてるよ。感謝するぜテイト。お前に命を救われた。合格できた。もし戦場でピンチになっても俺はお前を見捨てたりしない。それに囚人にとどめを刺さなかったお前を誇りに思うぜ大親友。さ、寝るか。明日はいよいよ卒業だ。やっと一人前の軍人だぜ。おい、ここで寝んのか。いいだろう、今日で最後だぜ。ざけんな。ごめんね、テイト。ずっとそばにいてやれなくて。テイト、必ず迎えに来るよ。なんだろう、これは。赤い。赤い。卒業試験合格者の書類提出は、午前の間に行ってください。誰なんだあの人は。死んだのか。この音。ラファエルが反応している。石はどこかに必ずある。しかし敵国ラグスとの戦争であの石は消えてしまったんじゃ。いや、まだ血族を見落としているのかもしれん。綾波。見つけ出すんだ。このラグス国王の首飾りについているべきミカエルの瞳よ。ミカエルの
何か？ネズミか。ダメだよ。アヤタンに盾ついたら殺されちゃうよ。なぜ私を狙う？そういえばこいつはラグスで拾われたスクラーだったとか。何か知っているのなら全て吐いてもらわねばな。テイト・クラインの私物はこれだけか？はい。テイトが一体？終わったな、あの綾波に歯向かうなんて。綾波？余計なこと言うな。この作戦がバレたら俺死ぬかもしんねえな。テイト、ここにいるのか？テイト。ごめん、ミカゲ。俺、もうここにはいられない。親友の誓いも果たせそうにない。よせ、ミカゲ！お前を巻き添えにしたくない！バカ野郎！殺されてえのか？あの綾波に盾ついて生きてる奴はいねえんだ。この先にかっぱらったホークザイルがある。急げ！ミカゲ！今は逃げて生き延びろ。他には何も考えるな。神様、もし本当にいるのなら頼むからミカゲを守って。逃亡か。やるねえ、あの候補生。連れ戻せ。大丈夫、みんなに言っといたから。そこの二人、止まれ！下がれ！動けばこの人質を殺す！ミカゲ、お前まで罪人にするわけにはいかない。ここからは一人で行かなきゃ。テイト。ミカゲ、俺たちはずっと最高のダチだよな。当たり前だ。行け、テイト。とっさに防御壁を張って致命傷を避けるなんてね。このガキ、どうやら訳ありみたいだね。君が手助けしたのか？言わないのなら君に用はなくなるが。お助けください。よろしいでしょうか？もちろんですよ。真実ってのは一つじゃない。
それを見た人間の数だけ存在するんだ。薄れゆく意識の中で故郷の雪を見た。それは残酷なほど優しくて。ダメですよフラウ、そんなところ走っちゃう。こっちの方がスリルあって楽しいんだぜ。崖崩れが起きたら死にますよ。バカと偉い人は高いところが好きって言うしね。ヤッホー、ホークザイル。来てますかフラウ。ガキが降ってきやがった。それでテイト・クラインは直ちに兵を差し向けました。じき見つかるでしょう。頼むぞ綾波君、あの子を失うのは惜しい。同感です、弥勒理事長。まずいな、あの中に逃げ込まれたか。ではすぐに部隊を送り込んだ。いや、それは避けたい。ここ第七区は神の領域と呼ばれている。あの中に逃げ込み庇護を求めた者は、たとえそれが犯罪者であっても我々が表立って手を出すことはできんのだ。何なんだこのガキ。どうやら分けありみたいだね。起きろ。そんな大声で。お、目覚ましやがった。ようガキ、気分はどう。うわ、ったく、こんなに生命力あふれた自殺志願者は初めてだぜ。は、話しやがれ。こんな小さな子をいじめて楽しいですか。誤解だ。なぜ助ける。それはここが教会だからです。教会？いかにも。ここはバルスブルグ帝国の第七区と呼ばれるバルスブルグ教会です。まあ俺たちは聖職者ってわけだ。私の名はカストルと言います。ラブラドールだよ。で、この目つきの悪い人はフラフ。俺がここまで運んでやったんだ、感謝しろクソガキ。お前帝国軍の人間なのか？俺はあんな奴らとは違う。君の背中の烙印見てしまいました。君はスクラーなのですね。名前は？言いたくなければ言わなくて構いません。ここはそういう場所です。
帝国軍だったらあのまま生き埋めにしてやるとこだったぜ。少し休んだ方がいいですよ。そうそう、生き延びたいのならここから出ないことです。御影、無事でいてくれ。出ろ。綾波。御影と言ったか。鍵はないのか。とどまるのも逃げ出すのも自由ってわけか。御影、俺どうすれば。心を殺して戦え、テイトクライン。あいつ元スクラーなんだってさ。俺御影って言うんだ。お前はいつか自分の使命を知る日が来るだろう。動いてはなりません。大きなしていないでください。手当てしないでくださいよ。痛いです。そこ、ごめんなさい。私はシスターアテナ、こちらはロザリーとリーベル。よろしくね、天より前降りし子羊さん。行きますよ。ちょっと。さあ、召し上がれ。体力を取り戻さないと。食事の後はお薬です。傷を癒さなくてはなりません。着替え、ここに置いておきますね。どうして俺を助けるんですか。あら、カストル様たちに聞いてないの。ここはそういうところなのよ。信じられない。わけもなく人を助けるわけがない。まあ、わけもなく助けているわけではありません。あなたが迷い苦しんでいるから助けるのです。あなたはここに舞い降りた運命に感謝すべきです。あなたは神に生かされたのです。神に生かされたわけじゃない。俺は御影のおかげで生きてる。君が手助けしたのか。言わないのなら君に用はなくなるが。わからない。
ないことだらけだ。まさか自分がラグス王国の人間だったなんて。それに父さんはなぜあいつに殺されたんだ。司教様、 お助けください。よろしいでしょうか。もちろんですよ。これは、さあどうぞこちらへ。ありがとうございます。聞いたか、噂じゃこの教会はこの国で唯一フェアローレンの呪いを解いてくれるらしい。フェアローレン？それっておとぎ話じゃないのか。いや、フェアローレンの呪いは実在する。あの死神が封印されるまでに放たれたコールたちは千年経った今でも三つの願いと引き換えに魂を持っていくそうだ。三つの願い。その上、フェアローレンの使いと契約した者は胸に証が現れるとか。じゃあさっきの子も。司教様、ありがとうございました。本当にありがとうございました。気をつけてお帰りください。おお、呪いが解かれたか。さすがはセブンゴーストを守り神とするバルスブルグ教会の司教だ。セブンゴースト。何なんだセブンゴーストって。学校じゃ教えてくれなかったことや父さんのこと、俺の知らない全てのこと。クソガキが、何度も世話焼かすんじゃねえ。大丈夫ですか。大丈夫だ。かわいいでしょうこの子。私の作品なんです。いや、愛の結晶と言うべきかな。はあ。おや、帝国過去100年の戦記、これを探していたのですか。危なかったぜ。何すんだ。お前よくこれが分かったな。はあ。Oh, yeah! 職業柄オープンにできねえだろ。大問題だ。俺の部屋に隠すのにも限界があってな。お前が司教になったことが大問題だ。木を隠すなら森にってやつだ。いいか、くれぐれもあの人形宅にはない道に。わが、ところで君は何について調べているんです。10年前の戦争のことが知りたい。なぜ知りて。お前に話す必要はない。その昔、世界には対等の力を持つ強大な国が存在していたと言われています。一つはラファエルの瞳という神の加護を受けし、バルスブルグ帝国。もう一つはミカエルの瞳という神の加護を受けし、ラグス王国。ラグス王国。二つの国は世界の平和を守るために協定を結び、長い間支え合ってきました。しかし10年前、ラグス王国は二つの瞳を手にしようと協定を破り、バルスブルグ帝国と対立して滅亡したのです。それが歴史書に書かれた真実です。真実。本当なのか。
それが本当に真実なのか。いいか、クソガキ。真実ってのは一つじゃない。それを見た人間の数だけ存在するんだ。もし歴史を信じられねえなら、お前の目で世界を見ればいい。見てやる。見てやるさ。俺は本当のことを、真実を知りたい。そうだ、俺は知りたい。なぜ父さんが殺されたのか。なぜ俺はここにいるのか。驚きましたか？シスト。なかなか大きいでしょ。この教会の守り主ですよ。すごい。千年も昔の言い伝えによると、かつて天界で大罪を犯した死神フェアローレンが地上に逃げたため、人々は悪しき死神に心を侵され恐怖に陥れられました。地上の出来事を嘆いた天界の長は、この悪しきフェアローレンを戒めるために天界より七つの力を使わしたそうです。彼らはセブンゴーストと呼ばれ、この地で忌まわしきフェアローレンを封印したと言われています。あれはゼヘルの像と言いますが、他にも6体の像がこの地を守っています。ここは何者にも属することのない神の区域なのです。どうしてこんなに懐かしいんだろう。君に神のご加護を。珍しいですね、ラブラドールがあの花を渡すなんて。シルバーローズ、別名守りの花と呼ばれる花です。彼に何かよからぬことが起こらないと良いのですが。口を聞かないのは構わんが、確か君には守るべき家族がいたな。二つの選択肢をやろう。家族か、テイトか。
今のお前じゃ何もできねえ。思い上がるんじゃないぜ、クソガキ。この俺はクソガキじゃない、テイトクラインだ。あの子羊さんはご一緒では、え、夕食の時間をお知らせしようと思ったのですが、どこにもいらっしゃらないようで。せっかくお着替えもご用意したのですが、せめて栄養剤を。まだベッドでお休みにならないと。医務室でご用意したお食事にも手をおつけになっていないし心配です。先ほどまで中庭に。急いでください、閉門の時間です。助けてもらったことには感謝している。でも俺はここにいてもいいのか。見かけが無事かどうかもわからないのに俺だけは。待て、お前に行く場所なんかあんのか、クソガキ。ここは離せ、クソガキじゃない。俺の名は、なんだよ。てめえはシスターの用意した食事にも手をつけてねえだろ。ヘーボン。ちょ、待てよ。ったく。なに、離せ、俺は別に腹なんか、この時間を逃したら朝まで食いっぱぐれるぜ。またてめえが倒れたら面倒だからな。緊張がほぐれたようですね。この花はあなたがつけなければ意味のないものですよ。間に合ったな。離せよ。みんなこの教会で神に仕えている者たちですよ。天より舞い降りし子羊さん、さあ夕食の時間ですよ。質素な食事ですが、いっぱい食べてくださいまし。力がつきますよ。おう。今日のメニューはアイシチューですよ。おう、こんばんは、ごちそうだな。あん。今日は貴重食材のアイフィッシュをいただきましたの。私たちはお肉を食べられないので本当にありがたいですわ。私大好き。他に何か食べられるものは、食べないんですか。いらねえんならもらうぜ。初めてにしちゃいい食いつきだね。うまい。教会では主に穀物、野菜、魚などの質素なものを食べています。特にこのアイフィッシュと食用花は第7区の特産品なんですよ。へえ。お前今まで何食ってたんだ。普通のご飯に強化プロテインとビタミン剤を摂取して。
そりゃまずそうだぜ。だからこんな小さいんだな。もっと自然食食え。絶対でかくなってやろう。そんなに焦らなくてもおかわりありますわよ。そういえばあなたの名前聞いていませんでしたね。本当お名前知りたいです。いいんですよ子羊さん、教会はどんな方でも歓迎します。おいしい、おいしいですか。ああすごく。いいのか俺だけこんな風に善意の人々に囲まれて。御影、お前は今頃どうしているのか。テイト・クラインの所在はつかめたのか。は、第7区に墜落の跡を発見しまして、ただいま追跡中です。なぜ逃げたのか説明してもらおう綾波君。テイト・クラインはちょっと里帰りしたくなっちゃっただけだよね、アヤタン。彼、旧ラグス王国のスクラーだったし、出て行ったところで帰る場所なんかないんじゃないですか。きっとまた学校が恋しくなって戻ってきますよ。いやお前ら、真面目にやる気あるのか。特に左のやつ。なんでありましょうか。君が勝手に手を出すから逃げられたのだ。あれはミカエルの瞳が見つかった時のための貴重な候補生だぞ。責任は取ってくれるのかね。まあまあ、候補生など他にも大勢いるじゃないか。ミロク理事長、綾波君には後で話がある。せっかくあの子を君のベグライダーにしようと思っていたのだが。申し訳ございません。ミロク様はなぜあの少年を引き取ったのですか。スクラーの烙印を押されたあの子にとって安住の地などどこにもないからだ。いずれわかる。お、さあここでお休みください。これは。あら、お気に召しませんか。いくらなんでも収穫祭でもないのにやりすぎましたでしょうか。ごめんなさい、お元気がなかったのですぐに片付けます。いや、それでは私どもは就寝の前のお勤めがございますので。あの、俺も。いいんですよ、怪我してるんですから。世話になってるだけだと辛いから。真面目な方なんですね。御影、おい、お前、うん、お前だよ、お前。おろしたての靴に鳩が糞しちゃってさ。ひざまずいて綺麗にしてやれよ。舌で舐めてな。おめえスクラーだったんだろ。自分で舐めな。自分のことは自分でやれってママに教わっただろ。なんだこいつら、やっちまえ。俺、御影。お前、なんて名前だ？名前なんかどうでもいいさ。これからよろしくな。テイト。え？テイト・クライン。神様、俺はあんたに誓った。御影のためなら。俺はって。でも
やっぱりここに落ち着いてちゃいけない。教会に守られてる場合じゃない。悲しい月ですな。心が凍てつくような光じゃ。誰だろう、こんな夜更けに。閉門時間に間に合わなかったのかな。おじいさん、どうしたんですか、こんなところに。座ってもええかの。はい。家内が死んでしまってな、この教会の墓地に埋葬したんじゃが、あいつが一人になって寂しいんじゃないかと思うと、帰るに帰れないんじゃ。そうだったんですか。それに二人暮らしじゃったからの、今は家に帰っても誰もいない。わしにはもう帰る場所がどこにもないんじゃ。なんじゃ、お前さんもわしと同じ目をしておるの。おじいさん、もしかしたら神様がこの場所で巡り合わせてくれたのかもしれん。もしよかったら聞かせてくれんか、お前さんの事情をな。おじいさん、俺は過去が途切れ途切れしか思い出せなくて。そうか、そうか。それに親友の誓いをした友達を守ることができなかった。人はみんな叶わぬ思いを胸に抱いて生きておる。じゃがあの方ならその思いを叶えてくれるじゃろう。あの方。願いを叶えたくば真夜中の鐘が鳴るとき、もう一度ここへ来るとええじゃろう。子羊さん、そろそろお勤めの時間は終わりですよ。子羊さん、どちらに行かれたのかしら。ひょっとして先にお部屋にお戻りになられたのではないかしら。やっぱり俺はこんなところに行っちゃいけないんだ。俺は俺自身の力で親友の誓いを守らなきゃならないんだ。ここを出ていく。これ以上ここの人に迷惑をかけるわけにはいかない。あなたがここにたどり着いたのもきっと何かのご縁。神に仕える者は救いを求める者を見捨てたりしませんし、また裏切ることもしません。俺は思ってない。助けてほしいなんて、神が御影を助けてくれるとでも言うのか。今外に出てお前に何ができる。できるさ。どけ、俺の邪魔するな。やはり彼は財本使いでしたか。帝国の軍人の多くがザイフォンと呼ばれる能力を駆使して戦うと言いますが、彼もその一人。カスタル、
お茶でもどう？ありがとうございます。おや、カモミールですね。神が与えし生命の源を様々な形に変換できる類まれなる力、ザイフォン。主にその力は感情と絡み合って手のひらから発動される。彼の憤りが手に取るようにわかるね。それにしてもすごいね。ブラウの遊びにしっかりついてきてるよ。能力値が高いみたいだね。ええ、本当にしっかり遊ばれちゃってますね。どうした？そんなんじゃ俺は倒せねえぜ。聞かねえぜ。今のお前じゃ何もできねえ。思い上がるんじゃないぜ、クソガキ。この俺はクソガキじゃない、デイトクラインだ。ザイフォンだけじゃ勝てないんだよ、帝都。かわいそうに。やりすぎですよ、フラウ。こんだけ痛めつけときゃ、もう出て行こうとはしないだろう。この子、認めてくれないんだよね。テイト君が逃げるとき一緒にいたのに、人質に取られただけだって、何にも喋ってくれないんだもん。かわいい妹さんだね。やめろ。家族のために。君の志願書を読んで感動したよ。君は優秀な人材になる。やめてくれ。だから君に選択権を与えよう。家族か、テイトか。見かけ、まさか。人はみんな叶わぬ思いを胸に抱いて生きておる。じゃがあの方ならその思いを叶えてくれるじゃろう。願いを叶えたくば真夜中の鐘が鳴るとき、もう一度ここへ来るとええじゃろう。よしよし。おいおい、にゃんころ、どうしたんだ。
会いたい。お前の願いしかと聞き届けた。心を闇に食われるな、テートクライン。こいつを持っていった方が主は喜ぶんじゃねえか。なぜ貴様がその鎌を。うわっ。おじいさん、来ると思っていたよ。叶えたい願いがあるんじゃろう。ああ、答えは決まったか。考えなくても決まってるよね。血を分けた家族か、得体の知れないスクラーかなーんて。ふざけるな。あれ、君もっと賢い子かと思ってたのにな。ああ、あやた、ああ、あやた、なんか怖いこと考えてるね。過去があまり思い出せないと言っておったな。ああ、大事な大事な思い出じゃろう。よく思い出してごらん。ほら、何が見える？ずっと一人だった。そう、見かけに会うまでは。お前を誇りに思うぜ、大親友。俺はお前を見捨てたりしない。今は逃げて生き延びろ。他には何も考えるな。俺たちはずっと最高のダチだよな。当たり前だ。神様、どうか見影を守って。もし本当にお前が魂をかけて願うなら、わしが叶えてやろう。何を願う？見影に会いたい。お前の願いしかと聞き届けた。テイト、ミクル、ミクル、心を闇に食われるな、テートクライン。じいさん、夜更かしはいけねえ。懺悔なら明日聞くぜ。その子がとても気に入ってしまっての。その子をわしにくれんかね、司教殿。笑わせますね。わしに救いを求めてきたのはこの子じゃよのう。ああ、そうだ。じゃあ聞くが、その救い方に神の愛はあるのか。ああ、コール。お前にその子の価値などわかるまい。その子を連れて帰れば、あのお方は、我が主はきっとお喜びになられるはず。ガキはやれねえ。なんだ、まさかその鎌はあのお方の。こいつを持っていった方が
主は喜ぶんじゃねえか。なぜ貴様がその弾を。無駄だ。闇に攻撃してもじいさんを傷つけるだけだ。なんだこれは。このガキ、鎌が見えるのか。逃げられると思ってんのか。ご老体に手をかけるのは心苦しいのですが、御霊は返してもらわなくちゃね。何なんだこれ。どうすんだよ。貴様に神のご加護。ご老体で無茶すんじゃねえ。この魂はもらうよ。逃がしませんよ。人間ごときにこのわしが。だがその鎌が生きているならば、あのお方も生きていらっしゃるのだ。忘れるな小僧。一体何が。このご老人は魂を奪われていたんです。人を闇に引きずり込む使いがコールにね。でももう魂は取り戻しました。人を闇に引きずり込む使いがコール。なんだてめえ、今日はえらく反抗的だな。お前その手痛くないのか。お前は怖くねえのか。なんで。嫌な夢を見ていたような。中庭で眠っていたら風邪をひいてしまいますよ。今日は教会に泊まるといいでしょう。すまんの。お前はこっちだ。何軽々と背負ってんだ。うっせえ。暴れんなっつって。まさか教会の中にコールが現れるとは。花たちがまだざわめいている。お前の問題はまだ解決してねえだろ。はあ。胸元を見な。その印を取ってやる。普通コールに印つけられたら精神的に不安定になるんだが、タフじゃねえか。あのおじいさん、帰るところがないって言ってた。それよりてめえの心配してろ。どうして気にかけんだよ、俺のことなんか。しょうがねえだろうな。ほらよ、コールの印は取れたぜ。
今日はもう休め。俺がコールを頼る真似なんかしたからだ。うん、綾波参謀、御影の件ですが、次の手の準備が整いました。ご苦労、葛城少佐。いい手際だ。はっ、お褒めいただけるとは光栄であります。綾波め、鼻持ちならん若造じゃ。どん底まで落ちた貴族の末裔のくせに。皇族に捨てられたんだろう。聞かれたか。私は何も申しておりませんぞ。綾波君、脱走した帝都クラインの件だが、必ず捕まえますよ、弥勒様。あの子は強いよ。私の最高の教え子だからね。軍から出たことのない俺には、外の世界はあまりにも知らないことばかりで、少し眩しくて。ここはなんて明るくて穏やかな世界なんだろう。上着繕っておきましたわ。おはよう。ごめんなさい。もうロザリーったら。ごめんなさいね。ペイトさん、こちらもお洗濯してよろしいですわよね。それは自分で洗うから。あら、もっと悪い、小さくて見えなかったぜ。なんだとこのクソスキャ。なんだよ。とりあえず元気そうで何よりだ。こっから出ていきたいんだか知らねえが、元気にならなきゃ次に進めないからな。ありがとな。おいせ。お、何これ。な、返せ。お前のパンツなんか貸してやる。あ、これが大人のすることか。あ、そこ深いですわよ。おやおや、この子はラゼット、この教会のオルガニストです。はあ。よほどテイト君が気に入ったんですね。本当は人見知りなんですよ。よう、ラゼット。どう？俺にはもう慣れろよ。フラン、それじゃ慣れるものも慣れませんよ。テイト君、あのおじいさんのことなんですが、ちゃんと帰れる家があったそうですよ。よかった。あの、昨日のことなんですが、コールって何なんですか？人は天界の王座から命を与えられるとき、こう問われるそうです。お前に人間の生を与えるからには、生きている間、三つの願いを許してやろう。
己の人生をかけた夢を三つ答えるがよい。そして天界の王と約束したすべての夢を叶えると、その魂は再び王の身元に呼ばれると信じられています。もちろん人が生まれるとき、王と約束した夢は覚えていません。それを探すのも人生の楽しみであり、喜びでもあるのでしょう。どうぞ。はあ。ところがそれを邪魔するのがコールなのです。人の夢を邪魔する？夢を叶えることで人間を闇に引きずり込むんです。まず一つ目の夢をコールの力で叶えられると、何をしても心が満たされなくなってしまうのです。二つ目を叶えると飢餓状態になります。そして三つ目の願いを叶えてしまうと、魂は闇に溺れ、永遠に王者の身元へ行くことができません。コールはその体を媒体として仲間を増やしてフェアローレンの帰りを待っているのです。コールから人々を守るのが我々教会の役目です。ただし、昨夜のことはどうぞ内密にお願いしますね。そういえばテイト君、君の夢は？夢？テイト、最初はお前のことをなんかとっつきにくいやつだと思ってた。すっげー高いニジマスが釣れるところを知ってるんだ。ミカゲ、スクラーと仲良くするんじゃない？名門多くの使用人の子がうちに泥を塗るな。行こう。ああ、そっか。使用人ってことはうちのスクラーだよな。スクラーはスクラー同士用人。ミカゲに謝れ！僕を殴ったな！謝れ！よせ！こんな奴のためにお前の手を汚す必要なんてない！ありがとな。お客様だ、三影君。いい妹さんだよね。お兄さんが会いたがってるって言ったらすぐ来てくれたよ。てめえ。さあもう一度聞く。家族とテイト・クライン、どちらを選ぶ？夢なんて考えたこともなかった。俺はずっと軍が決めていくレールの上を歩かなきゃいけないって信じていたから。俺の夢は？君の夢は軍に入り家族を守ることだろう。そうだ、絶対に守らなきゃいけない。いやー、分かってくれて嬉しいよ。僕たちいい友達になれそうだね。分かってくれるよな。俺の家族は俺を分かってくれている。親友を売るのなんて望まねえ。俺は絶対に親友の誓いを守る。テイトがまっすぐな気持ちで俺を守ってくれたように。ミカゲが強い気持ちで俺を守ってくれたように。俺はミカゲ、お前を。俺はテイト、お前を絶対に見捨てたりしない！残念だ。